皆さんこんにちは。私はイクエと申します。今から3つのエッセンシャルのファーシャマヌーバー、3つの筋膜のマヌーバーを皆さんに紹介します。ではまず最初、体をリラックスさせてこうバウンスさせるように動かしながらちょっとウォームアップをしましょう。ファーシャのマヌーバーを私は始めて1年ぐらい経つんですけれども、体と心がすごい変わったので皆さんもそれを体験してもらいたいと思います。では一番最初のパレットスワイプと言われる口腔外の口の中のこれをスワイプって言って横にこう動かすことで、体のその腰回りと、顎のところをこうリラックスしていくものをやっていきます。ではまず、右足を左の足のこういうふうにクロスさせてきます。では、右手を左手の肩に合わせて、で左手を右の肩に乗せます。でそれから右手を親指をこういうふうにして口腔外6回右から左にスワイプって言ってこう回すようにこう引きずるようにして6回いきます。ではいきましょう。1回目向かい、反かい、はい、はい、じゃあリラックスしましょう。はい。では、このマヌーバーの間で力を抜いてこう動かしてスウェイショーでですね、格闘技とかをする方がこうウォームアップってしますが、これをすることで体がさらに緩んでいきます。では2番目のトータリートゥイステッドと言われる完全ねじれのマヌーバーをやっていきます。では同じようにして右足を左の足の前にこう重ねるようにしていきます。で右手を、左の肩のその脇の下に行ってこう引っ張るようにしていきます。それから左の手を右の肩に行って、でそこからお腹のおへそをこうしっかりとこう入れていくようにお腹に力を入れます。肩の力を抜いて、そこから、右の、肋骨を右の方にねじらしていきます。そして頭を左の方向に向けてしっかりと重心を高めましょう。それから、ベロを左の頬の方に押し付けるようにして鼻から6回呼吸していきます。では行きましょう。1 2 3 4 5ではそのままホールドしながら、3段階の呼吸でストローをこう吸うようにするようにして、吸っていきます。ではいきましょう。吸って、2回目、3回目、ホールドで、ゆっくりと吐いていきましょう。であと2回いきます。息を吸って、2回目、吸って、ゆっくり。もう一回いきます。吸って、吸って、吸って、ホール。そして吐きます。では6回口、鼻から呼吸して、いきましょう。息を吸って、2回目、3回目、4回目、5回目、肩の力を抜いてみましょう。6回目、はい、できました。では中心を前に持ってきて、体を逆に ねじらさせていきます。では、上半身を左の方向にねじらせて、頭を右の方に向いていきましょう。
小で合わせながら、今度はベロを右の頬の方に押し付けて鼻から呼吸6回していきましょう。ではいきます。1回目、2回目、3回目、お腹に力を入れて4回目、5回目、6回目。体がもっとねじれるようでしたらねじってみましょう。肩の力を抜いて同じようにしてストローをこう吸うようにして3回、口から呼吸していきます。ではいきましょう。吸って、もう3回目、ホールド、肩の力を入れていきましょう。もう1回いきましょう。吸って、2回目、3回目、ふんばりして肩の力を抜いていきます。もう1回いきます。息を吸って、2回目、3回目、ホールド。では鼻から6回呼吸していきましょう。力を抜いていきましょう。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、ラスト。では体をゆっくりと前に向けて体の力を抜いていきましょう。どうですか？体をねじらせて、体をここから歩いてもいいので、だいたい1分間から1分半ぐらいこう動かして体の力を抜いてでは今やったものをすべて逆にやってみます。では今度は左足を右足の前でクロスさせて、お腹に力を入れていきましょう。では今度は左の手を肩の脇の下に行って、今度は右手を左の肩に乗せて、トゥイストさせていきます。今度は、上半身も右側にねじらせて、頭を左の方向に向けてお腹に力を入れてねじらせます。では同じようにしてベロを左の頬に押し付けるようにして、鼻から6回呼吸しましょう。では行きましょう。ベイビー、2回目、3回目、4、5、6。ではストローを吸うようにして呼吸していきます。で2回目、ステップ、ホール、はあ、もっと体をねじらせていきましょう。もう一回いきます。息を吸って、2回目、3回目、ホール、はあ、で力を抜けます。もう一回いきます。息を吸って、2回目、3回目、息を吐いて、では、6回鼻から呼吸していきます。息を吸って、はあ、2回目、3回目、はあ、力を抜いて4回目、5回目、ラスト。では体を前に向けましょう。ゆっくりと動かしましょう。ではそのまま上半身を左の方向にねじって、頭を右の方に向けて完全にねじっていきます。肩の力を抜いてお腹に力を入れながら、また、ベロを右の方の方に押し付けるようにして6回鼻から呼吸していきます。息を吸って、2回目、3回目、4、5、6。では3段階の呼吸です。
口から息を吸っていきます。息を吸って2回目、3回目、息を吐きながら体をもっとねじっていきましょう。もう1回です。息を吸って2回目、3回目、ホールド、息を吐きます。ではもう1回、息を吸って2回目、もう、ホールド、そしてねじりながら息を吐きましょう。では6回、口から、鼻から呼吸していきます。息を吸って、2、3、4、5、6、ゆっくりと前に体を戻して、体をほぐすようにしてリラックスして、また動いて1分から1分半体をさらにほぐしてリラックスさせていきましょうよくできました。これが、2つの、最初の膀胱外のパレットスワイプとトータリートゥイストといった完全ねじれのマヌーバーをやりました。では最後にやるのが、アンティグラビティといって反重力のマヌーバーです。これをすることで背骨のこう詰まっているものをこう引っ張ってでは組んだ手をそのまま首の後ろに乗せて、皮膚をこう引っ張るようにしてまずいきますね。お腹に力を入れながら口から3回呼吸して、鼻から3回呼吸していきます。そうした後で、顎を胸の方に近づけながら息を鼻から吸って横に回転して右側、そして息を吸って左の方、これを6回続けます。その後そのままスクワットに行きますが、フラットバックで、背骨をしっかりと伸ばしながら前の方向に向けながらお腹に力を入れて、同じように息を吸って横、これを6回やって最終的にはスクワットに行きますが、これができない方、そのままここから戻ってやっていけば大丈夫です。自分のできる範囲でやっていけば大丈夫です。ではやっていきましょう。動かないでしょう。そう、手を組んで皮膚を伸ばしていきます。ではそこを引っ張って上を向いてお腹に力を入れていきます。では口から呼吸します。そこ1 2 3、では鼻から1 2 3、ではゆっくり頭を倒して、顎を胸の方に近づけていきましょう。そこから口から息を吸って右の方に、回転させていきます。息を吸って右の方に、中心に戻って、じゃあ2回目息を吸って左の方で戻し、3回目息を吸って右の方に、4回目息を吸って息を吸って、はい、よくできました。ではそのまま腰を倒してスクワットに行きましょう。できる方は背骨を伸ばして、前の方を向くようにしてお腹に力を入れて6呼吸です。息を吸って右、戻ります。息を吸って左、3回目息を吸って4、5回目、ラスト、ゆっくりとスクワットに入っていきましょう。肘を近づけるようにして最後までこう深くスクワットいきます。では鼻から3回呼吸して、口から3回呼吸していきましょう。息を吸って2
3、鼻から大きく息を吸って、2番目、3、ゆっくり起き上がっていきますが、立ちくらみがしないようにお尻を先に上げていきましょう。そこからゆっくりと体を押し上げるようにロールアップしながら上を向いて、はあ、ゆっくりと解放させて早くしましょう。ね、またこう 動かして腕をこうブラブラさせながらいくと、さらに体が緩んでいきます。はい、皆さんどうでしたか？この3つの紹介したマヌーバー、パレットスワイプ、そして、トータリートゥイステッド、完全ねじれのマヌーバー、そして最後にこのアンチグラビティと言われる反重力のマヌーバー、この3つを続けることで心と体がすごく変わってきますよ。で、これやってみてすごい気に入っていただけたら嬉しいです。気に入っていただけたらどんどんシェアしてください。このリンクを貼っておきます。ありがとうございました。